こんにちは、こんばんは、けんちゃんです。今回ですね、魅力を語る動画を久しぶりに撮りたいなと思います。今回ね、僕がね、魅力について語る動画を撮るの久しぶりなんですけど、今回紹介するのはゲン・ルセラフィム、元 HKT48 の宮脇さくらちゃんについて魅力を語りたいと思います。イエイ。僕自身ね、宮脇さくらちゃん今もすごい好きなんですけど、過去はね、もう過去の時はイベントに行ったりとか握手会に行ったりとかサイン会行ったりとかしてたんですよ。結構行ってたんですよ。コンサート行ったりとかね、結構してて、もう本当にね、今でも悔いは残るんですけど、宮脇さくらちゃんの卒業コンサート応募して落選したのは本当今でもショックだったんですけど、まあ一番高い席を行けばね、多分当選したかもしれないですけど、いや落選しちゃったので、まあ今回ね、そんな僕が一番今憧れている、まあ、宮脇さくらちゃんについてちょっと僕なりに魅力のポイントをね、話していこうと思うので、よかったら最後まで動画を見てくださると嬉しいです。それではけんちゃんの動画スタートです。それではね、話していきたいと思います。まあ宮脇さくらちゃんの魅力について話していきたいなと思います。僕がまず、まあ、アイドルを好きになったきっかけは、もう、まあ、AKB の時から僕アイドルが好きになったんですよ。最初はもともと渡辺麻衣ちゃんっていうアイドルがすごい好きだったんですよ。 AKB48 の中でね、すごい好きで、その時にたまたま僕の知り合いの人がめちゃくちゃ HKT48 のオタクっていうか、もうすごい好きだったんですよ。 HKT のことがすごい好きで、博多にアイドルグループができるけど、その頃、まあ、サッシーは AKB にいたんですけど、AKB の指原莉乃ちゃんっていう子が HKT に暮らしようっていうのをオタクの人から聞いて、あ、本当って言って、え、どんな子がいるかちょっとケンちゃんも見てみなよって言われて見たんですよ。そしたらその時に HKT48 の宮脇さくらちゃんがいて、あ、俺これ押さないといけないな、応援しないといけないなと思って、そこから僕は、まあ、HKT48 の一期生の宮脇さくらちゃんを応援することになりました。まあ、簡単にね、まあ、生い立ちとか、そういうのは、プロフィールとかは、ウィキペディアで、宮脇さくらって検索すれば出てくると思うんですけど、まあ、そっから見たんですよ。で、HKT のね、多分、控えめ I Love You とか12秒とかっていう曲がある、あったんですよ。で、その時に全国握手会とか、ミニライブとか行って、もうすごい、わ、すごいって、なんかダンスとかも、綺麗だし、もう歌声とかもすごい好きだったなって思います。本当に良かったですね。で、何年前かもう忘れちゃったんですけど、まあ大きなライブがあったんですよ、 HKT48 のライブ。その時にさくらたんが出演すると思って、するって言ってて、いや俺はそこでこの子を応援しないといけないなと思ったんで、チケット申し込んで、その時当時バイトしてたから、まあ申し込んで、さくらたんのコンサート見たいと思って一緒に見たんですよ。まあオタクの人とね見て、その時に見た時、もう衝撃を僕は受けましたね。うん、衝撃を受けた。え、さくらたんってマジダンスとか歌声本当上手だなって、わすげえなって、え、すごいって思いました。うん、なんていうんかな、もう本当衝撃的だったですよね。まあすごかったですね。うん、もうすごいしか言いようがなかったっす。もう他のアイドルさんもすごいけど、なんかさくらたんだけは俺にとっては別格だなって思いました。で、握手会で言われたこととか、ライブとか見た時、もうほんとすごかったですね。もうすごいしか言いようがなかったです。うん、もう衝撃的でした僕にとって。うん、で、僕が辛い時とか苦しい時とか、僕気分の落ち込みが激しい人間なんでっていうのを前回の動画で言ったと思うんですけど、まあそれで辛い時とかもさくらたんの動画とか、さくらたんが踊ってる姿とか見てめちゃくちゃ元気をもらってます。今ももらってます。ルセラフィムの動画とか見て元気もらってます。まあ昔のさくらたん知ってる方は、もう今のさくらたんはもう別人っていうか、もうね、あれかもしれないけど、俺はそれでも大好きです。大好きです。すごいと思います、僕は。さくらたんは、で、今さっき
インスタグラムを見たんですけど、1106万人の方がフォロワーさんがいて、僕とはもう次元が違うなって思いました。それはもちろんそうなんですけど、芸能人だからね。まあすごいなって思いました。もう桜さんは本当に世界でも有名だって、前は HKT48 っていう日本のアイドルグループで活動してたのに、もう世界で活躍してるから、本当すごいアイドルだなって思いました。昔自分がもういろんなファンレターとか送ってたの懐かしいですって書きで、懐かしいです。いやーもう本当桜さんにはもう本当感謝しかないですね。感謝しかないですね。もう桜さんのことがもう本当好きで、もう追っかけとかも行ってたし、イベントの握手会とかサイン会。唯一ショックなのは写メ会取れなかったことだよね。チケット取れなかったことかな。まあ人気すぎて、当時すごい人気で、大阪に行ける機会があったんですけど、そこで行ったんですけど、やっぱりねチケット人気すぎて取れなかったです。だから幕張とかね、あ、東京の会場に行けばね取れたかもしれないけど、幕張メッセとかね、パシフィコ横浜とかでよくあったんで取れなかったですね。まあ、さくらたんは本当1998年3月19日生まれなんですけど、僕が1999年6月28日生まれなんですけど、いや本当すごいアイドルだなって思います。身長も高いですし、キレキレだし、確実にね HKT の頃よりねルセラフィの方がねダンスのキレキレはすごいと思う。すごい見てても、もうめっちゃ元気もらう。すごい元気もらいます。だからこれからもね、まあ、さくらさんのご活躍を応援してるので、まあ、もしね僕の動画、この動画見てる人で、まあ、さくらさんのことが好きだよとか興味持った方がいたら、ぜひねコメント欄とかインスタの DM とかで魅力について、その人のね魅力についてなどのコメント待ってるので、よかったらねコメント欄に書いてくださると嬉しいです。まあ、さくらさんにはこれからもね、まあ、これから何年アイドルするかどうか分かんないですけど、これからもねずっとアイドル活動を続けてほしいなって思います。まあ、さくらさんには本当にいろいろ元気も勇気ももらったから、次は自分が何かの形で、まあ、さくらさんに恩返しはできるかどうか多分絶対できないと思うんですけど、まあ、頑張ってねやっていこうと思うので、この方のね応援の方を、これからはね僕も YouTube とかで頑張っていこうと思うので、よかったらね応援の方をよろしくお願いします。お願いします。まあ、さくらさんにはもう本当に感謝しかないです。本当に、まあ、辛かった時とか苦しい時とかたくさん自分もあったんですけど、やっぱりアイドルってねすごい力持ってるなって思います。ちょっと涙が出てくるかもしれないですけど、すごい嬉しいなって思います。だからこれからもさくらさんを一生懸命僕は応援しようとかけながら、牛井くんみんな一生懸命応援しようと思うので、よかったらね皆さんで一緒にさくらちゃんを応援しましょう。はい、ということで今回は宮脇さくらちゃんの魅力について語ってみた動画を撮ってみました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 X と Instagram をやってるので、まだフォローしてない方は下に概要欄にリンクがあるので飛んでみてくださると嬉しいです。フォロー待ってるので、よかったらね気軽にしてくださると嬉しいです。あ、フォロー来たら承認するので、 100% で承認するので、よかったらね見てくださると嬉しい、フォローしてくださると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。